はい、どうも、こんにちは。今回は私の持ってるですね、エアガンとか、まあ、その他、もろもろっていうかですね、まあ、軽く、えー、武器紹介という形で、まあ、やっていこうかなと思います。えー、まずはですね、まあ、この目の前にある武器をね、ちょっとまあ、軽く説明していこうかと思います。えー、まず最初はですね、この一番上にある、えー、M3 ショーティーですね。はい、まあ、こんな感じですね。 はい。まあね、あのー、まあ、ほぼほぼね、こちらね、ノーマルなんですけども、一点だけね、ここ、マガジンシェルのね、まあ、ショットシェルホルダーがね、ついております。このショットシェルホルダーはですね、えー、東京マルイさんが出ているガスショットガンの M870 用のね、ものをつけております。まあ、本来ならば、まあ、870用はね、まあ、こっちの方までね、このプラスチックが来てるんですけども、まあ、ちょっとですね、M3 の場合は幅がね、この、 あるので、ちょっとつけられないというので、ここでね、一旦切断して、で、あとはね、ボンドで適当にくっつけているというだけです。まあね、あのー、まあ取ってね、つけたような感じもするんですけども、まあ遠目で見ればね、結構一体感があって、まあいい感じになってるのかなと思います。まあ私はね、あのー、まあストックにね、まあストックの部分に付けるなんか、こうシェルのね、ホルダーみたいなのありますけども、 まあ、そういうのが、ね、あんまり好きじゃないので、できればですね、このフレームの部分につ、まあ、いてるものが好きなので、まあ、870用のものを買いました。えー、東京丸イの、えー、ガスフルオートブローバックガンっていうんですか。えー、まあ、ハイキャパエクストリームですね。まあ、こちらはですね、私がですね、まあ、ガスガンを入門するというので、まあ、初めてね、えー、買ったものになるんですけども、 まあね、初めてのガスガンでこんなに変態な銃を買ってしまったっていうのはね、まあ、私のね、まあガスガンのね、始まりなんですけども、まあ、まあ、まあ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 使いづらいですよね。えー、グロックね、18C だったらね、セミフルがね、切り替えできるんですけど、こいつはね、まあ、フロートオンリーですし、えー、スライドストップはね、かからない。まあ一度ね、スライドストップかかるような加工をしたんですけど、なんかね、負荷が、えー、大きかったのかどうかわかんないですけど、ハンマーがね、一回折れたんですよね。 えそれでまあこの前交換したんですけどもまあ全然ねフロートをねまああんまり使うような用途がないので最近はね全然こういったまあ使っておりませんということでまあハイキャップエクストリームでしたはいお次はこちらですね、えー、デザートイーグルですねまあちょっと1個はね、えー、持ってみたいというような気持ちですよねデザートイーグルまあ大口径ですのでまあね反動もねでかいですし、えー、15パイだったかな、えー、シリンダーがまあでかいのでね まあ、昔のね、えー、設計の割には、まあ、でかいシリンダーをね、当時は、えー、積んでいたので、まあ、最近ではね、主流ですけども、大口径のシリンダーのおかげで、反動もね、なかなかで、意外とね、寒さにもね、強いんですよね、こいつ。まあ、マガジンがでかいっていうのもあると思うんですけども、えー、寒さに強いと言っても、まあ、銃自体がね、大きいので、なかなかね、扱いにくいというところがあります。はい。そして次ですね、えー、シグ P26E2 ですね。 まあこちらはですね、まあ、かなり作動精度も良くてですね、まあ、あの、コンパクトですし、まあ、昔ね、自衛隊の装備をね、まあ、やっていこうっていう時に、まあ、P22÷ がね、まあ、田中さんしか出てないということで、まあ、あの、似てるようなね、ものの 226E2 を、ま、使ってました。ま、寒さにもね、比較的、ま、強くてですね、命中精度もまあまあだったのかな。うん、まあ、そんな感じで結構使ってます。えー、この辺がね、結構、ペイントはね、 上げるぐらいまでえ結構使ってましたで次 M9A1 ですねこちらもねまあまあ、えー、使ってましたね、えー、よくわかんないですけどまああのレールがね、えー、あるというのがねまあ一ついいところなのかなと思いますけどもやっぱり、えー、レールがある分ね一般的なこうまあ 92F とかね M9 用のフォルスターは使えないっていうのがありますのでその辺がねちょっとめんどくさい中かなって思いましたはい次はですね、えー、グロック22ですねこれ多分一番 いや新しいのかなあ、2番目ぐらいですね。えー、まあ最近ね、買ったものなんですけど、1年ぐらい前ですかね。えー、ここにね、まあビズムの、まあ、えー、レプリカね、フリップドットサイトついてますけど、なかなかね、グロックはやっぱり使いやすいですし、まあいろんなね、えー、各メーカーの、あの、ホルスターにも入るので、まあかなりね、作動もいいですし、まあ、今後はね、かなりこれ使っていくんじゃないかなと思います。 そして次ですね、こちら M&P の V カスタムですね。これはですね、メルカリでちょっと中古でね、購入したものになりますので、まあ、ちょっとね、あの、ハイブリッドサイト、V カスタムのね、あのー、まあ、特徴であるハイブリッドサイトはね、ちょっとないのでね、まあ、その辺は後でね、まあ、入手できたら交換しようかなって思ってます。まあ、これただ単のね、普通の多分サイトがついてます。 で、こちらですね。FNX45 ですかね。えー、こちらですね。サイバーガン。東京マ丸い製ではございません。サイバーガンの FNX45 です。オスプレイサイレンサーですね。がついております。まあ、FNX と言ったら、このね、四角いこのオスプレイサイレンサーですよね。えー、こんな感じで。非常にかっこいいです。 そして次は、ソーダオンラインのガンゲイルオンラインのキリトくんも愛用していた FN57 ですね。まあこちらね、GI j とかもね、い、え、ろ、ー、んなね、なんかこう近未来的な映画にも出てきて、まあそういった影響からまあ買っていました。まあ作動もね、結構いいですし、アウターバレルがね、アルミ製となってますので、この辺がね、またかっこいいんですよね。はい。で、作動もね、なかなかいいので、まあ結構使いやすいんですけど、ただホールスターがね、 なかなか見つからないということで、まあ、ちょっと使いにくいという点もあります。はい、次は M19 ですね。こちら、あの、最近、あの、まあ、現在販売している、東京マリリさんから出ているものではなくて、今から15年ぐらい前ですかね。昔ね、販売していたものとなります。なのでね、全体的な質もね、ちょっとね、えー、悪いっていうのと、まあ、ちょっとね、玉がね、シリンダーからちょっと一つね、えー、6分の1で、え一、ー、つね、出ないんですよね。シリンダーから玉が。 ということもありつつ、まあ、ただのお飾りです。はい、次は MEU ですね。まあ、こちらね、やっぱガバメントっていうのはね、かっこいいんですよね。あ、ちなみにこのね、スライドストップっていうのが、えーと、ハイキャパのね、あそことね、ちょっとね、えー、交換してあります。まあ、なんかはよくわかんないですけど、交換しました。MEU はですね、まあ、あの、まあ、基本的にガバメントっていうのはね、かっこいいんですよね。はい。 まあ黒で統一されていて非常にね海兵隊モデルということで、まあ、好きでしたただね、まあ、やっぱ冬場はねシングルカラムマガジンっていうのはねなかなかこう気化効率悪いですから、まあ、夏しか使えないということでね、まあ、なかなかこう使う場面っていうのがなかったなと感じますはい次はですね u s p,、えーねえー mm、p 9ですね 9mm の u s p 9ですねこちらは東京マルイです えー、これもね、なかなかこうハンド、これもね、大口径17だ、15か、15パイのね、大口径シーンダーで、えー、動作性能も良くてですね。で、また見た目もね、やっぱりこう、ハンドガンといったら USB みたいなね、形がありますけども、まさにその通りでですね、本当にあのー、まあえー、バランスを取れた形となってます。まあ、結構ね、お気に入りですね、最近のお気にあれはやっぱりですね、 グロック22と M&P と USB というような形になってます。ハンドガンの方は大体こんな感じで、これら12345678910、11丁ですかね、ぐらいありますということで、次は長物に移ります。こちらは東京マルイの FN スカーライトですね、ロングバレルバージョンになっております。 実際電動ガンですね。で、えっと、まあ、ついてるものなんですけども、えー、これは、えっと、ベクター・オプティカルだっかなオプティックスえー、ベクターオプティックスの、えー、t1. サイトがついております。あとはね、よくわからない、えー、バーティカル、えー、フォアグリップがね、ついております。まあ、電動ガンなんでね、最近はね、私もね、えー、ちょっとガスにね、えー、ちょいちょい移行しつつありますので、バッテリー管理のめんどくさい電動ガンというのはね、えー、全然使ってませんが、 まあ、こういったね、アッパーフレームが、えー、アルミ製ということもあり、バレルもですね、フリーフロートなので、かなりね、命中精度も高いですし、剛性も高いので、えー、かなりですね、あの、さばげなんかやるときには、うん、命中精度いいと思います。ただね、あの、ストックはね、ちょっとギシギシになるのがね、えー、気に食わない点なのかなと感じました。 はい、次はこれですね。え東京マルイのガス、えー、ライフルですね。MWS です。えっ、ー、と、これベースはですね、M4A1 カービンとなっております。えー、そちらにですね、こちら、えー、このレールですね。こちらはですね、東京マルイの次世代電動ガン用のラス、えー、をつけております。まあ、たまたまね、えー、ここにね、次世代電動ガンの、えーまあ、これもベースが M4A1 なんですけど、今、ガイズリーがついてますが、えっ、ー、とね、もともとこれにはですね、まあ、M4A1 を えー、ラスをつけて、まあ、ソップモッド仕様みたいな感じにしていたんですが、えーまあ、これにね外釣りをしたので余ったねこのラスを、まあ、ガス風呂の方につけておりますで、えー、とドットサイトはイオテックのレプリカで、えー、とあとはマグプルのレプリカがついております、えー、そして、えー、とフラッシュハイダーなんですけども、えー、とちょっとね M4 と、えー、スカーの方を交換しておりますこのスカーのね、えー、このタイプのフラッシュハイダーはね 個人的にはかなり好きですね。いかついですね。あとは、えー、とスリングが、ね、ついております。あとは、まあ、変更点といたしましては、ここにね、えーと、スリングアダプターの、ね、ものをつけております。はい、えーと。次はですね、東京まで次世代電動ガンの M4A1 ですね。ガイズリーの、ね、レールがついておりますということで、あとは、まあ、M2 ドットと、あとは、マグプロのレプリカサイトが載っております。はい。 こちらがですね、まあ、以前にも動画で紹介しているんですけども、ミニヘカートですね。PGM のミニヘカートとなっております。メーカーね S&T 製になっていまして、あの海外製ですけども、まあ、いい作りになっております。まあ、全体的にはこんな感じで、モノポットもねちゃんとついております。全長は、ね、かなり長いので、持ち運びはね結構大変ですけども、一応ホールディングストックなので、 ま、その点はね、まあ、少しですけども、まあ、コンパクトにはなるのかなって感じです。動力源はガスとなっております。え、そしてですね、まあ、あのー、まあ、特にね、カスタマーしてないんですけども、こちらのね、スコープ。こちらはですね、えっと、フロンティアさんで、えー、まあ、オリジナルの、まあ、有名なね、スコープとなっております。まあ、1万円ちょっとなのかなそのくらいで買えるかなりね、まあ、視界もクリアで倍率をね、高めても、まあ、そんなにね、こう、なんですかね、歪みというのが、 えー、少ないですね。で、そしてちゃんとね、レティクルもこう、まあ、発光してくれるという、非常にね、使いやすくて明るくて、歪みも少なくて、まあよく見えるスコープということで、えー、フロンティアオリジナルのね、えー、スコープでございます。はい。ヘ、えー、カートの方はね、えー、こんな感じで。今、ここに手元にない銃で、えー、まだ持っているものは、えー、スタンダード電動ガンの8九式小銃、それと、M14 のウッドストック。 バージョンですねそれと次世代電動ガンの M416D、えー、ですね。それとですね、えー、もう基本的に私はですねハンドガン、まあ、グロックとかね、あと、まあえー、フェネックスとかついてるんですけど、基本的にマガジンっていうのはですね、まあ、つけて保管しないんですよ。まあ、つけて保管することによって、なんかねバルブのね、 うんなんかバネがね、へたるとかね、よくわかんないですけど、いろいろね、あの良くないことがありますので、基本的には外しております。ただですね、まああのなんでいくつかの銃がついてるかというと、ここのね、アタッシュケースにマガジンが入りきらないという、ただただそれだけですね、理由は。 基本的にはですね、マガジンはこうやって、まあ、えー、保管しております。そして、すべてのマガジンにガスがですね、えー、少量入っております。で、まあ、152A でもいいんですけど、基本的に私は、えっと、保管時に入れておくガスは、134A を入れております。はい、マガジンはねあの、ガスを入れてね、保管するとね、マガジンパッキンがね、あのま、隙間とかね、できないので、常にね、テンションをかけておくということが、マガジン保管の、えー、大事なことになっております。 はい。というわけで、今回は私の持っているですね、まあ武器紹介ということでですね、軽く、まあいろいろね、あのー、まあ動画にね、させていただきました。えー、この動画がですね、もしよかったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。またね、他の動画で会いましょう。